苦しい時期も自分なりに体験しながら、で大学2年生で自分を変えるためにドイツの方に留学行ったりとか。どんなに仕事ができても人間力ないとね、誰もついてこないし、やっぱ続かないなと思う。自分の考え方をより高いところに持っていくことができたっていうのは、本当に人生にとって本当いい財産だったなっていうのは。エンリッチアワーライフ、人生をより豊かに。ネクスケアチャンネルは、さまざまな業界の著名人、ネクスケアファイターを招きし、これからの未来を共に支え、盛り上げていくために広く健康や生き方について深掘りしていく番組です。本日のゲストは、プロ卓球選手の吉村真晴さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりの撮影なんで、かなり緊張してます。私も初めてなので、よろしくお願いいたします。すいません、よろしくお願いいたします。自己紹介からお願いいたします。プロ卓球選手、チームマハル所属の吉村マハルです。よろしくお願いいたします。お願いします。チームマハルっていうのは、ご自身のチームということで、よろしいですか？もう完全に、チームマハルってものを自分自身がもう作って、うん、でそれをマネージャーさん含め、まあ、コーチであったりとかトレーナーさんであったりとかフィジカルケアの人であったりとか、いろんな人が今回のパリオリンピックに向けて一緒に戦ってくれてる仲間みたいな感じのイメージ。そうなんですね、うん、ってことは選手は吉村さんだけって。そうです、はい。何歳ぐらいから卓球を始められて。そうですね、僕はもう7歳から卓球を始めて、もう完全にお父さんの影響で。お父様がされてたということですかね、はい、もう仕事終わったら家帰ってきて準備したらお父さんが練習に行く、で兄弟3兄弟で一緒にもうついていって卓球している姿を見る。へえ。ただ4歳5歳の時からずっとついててたんですけど、全くやらせてくれなくて2年間ぐらいもう我慢してたんですよ。卓球やってると見て、僕らは端っこの方でボール拾って投げたりとか、ラケットちょっと借りてパーンと飛ばしたりとかしてるだけで、卓球台ついたことなくて、7歳になってやっとやっていいぞってなって、そっからもう今までずっと卓球一筋で、他の習い事だから何もやってなかったですね。え、お父様は選手ってことですか？中学高校ぐらいで卓球始めたぐらいで、同じ仕事仲間とかでサークルみたいな感覚ですかね。そうだったんですね、はい、それを見てなんか僕も自然と卓球やり始めて。最初はどういったチームに所属されてたんですか？地元のスポーツ少年団みたいなちっちゃいクラブみたいなところに入ってて、お父さんがコーチだったんでほとんど、なんで一緒に練習をしながらやってましたね。卓球始めて1年半ぐらいで、小学校2年生以下の全国大会があるんですけど、全国大会でベスト8に入って、お父さんに小学校2年生の時点で卓球をこれから本気でやるかやらないかどっちだって聞かれて、やるって言うじゃないですか。そっから地獄の日々が始まりました。本当にもう、じゃあもう小学校2年生からプロっていうのは意識されてたっていうことですか？いや、そのプロっていうのが分かんなくて、勝ったぐらいもう悪ガキだったんで、はい、卓球でやって目の前の人全員倒したいみたいな、大人とやって負けても泣いてたし、勝つまでやるぐらい負けず嫌いで、365日あったら多分360日ぐらいは卓球やってました、朝から晩まで。ちょっと何歳ぐらいからこうプロというかそういうの意識し始めたんですか？結構僕遅くて、はい、プロを意識したのは大学4年生の時ですかね。小学校4年生で初めての全国タイトル、小学校4年生以下の部で優勝して、小学校6年生は2位だったんですけど、そこから中学校高校と名門の方に進学して親元離れてやってて、最初は親が厳しすぎて中学校行って先生に怒られても怖くないんで、お父さんから逃げられたでサボり癖がすごくて解放された感覚になってしまって、今まで卓球をやらされてた環境から自分でやらなきゃいけない環境にやっぱ中学校親元離れてなるんで、周りには置いてかれたりとかしながら、自分なんで卓球やってんだろうとか思ったりとかもしてたんですけど、中学校3年の夏で転校とかして自分の必要性みたいなものを感じて、まあ注目もされるようになって、自分には卓球でもっともっと恩返ししないといけないなとかいろいろ考えるようになってから、卓球をやる意味がやっと出てきて、もっと自分で強くなりたいなとかいろいろ考えるようになって、そこから徐々にステップアップして、高校3年生の時に全日本選手権で、まあ当時水谷選手が5連覇ですかね、全日本してたんですけど、僕が倒して
5連覇で止めて、高校生で史上2人目の全日本チャンピオンになって。そうだったんですね、はい、高校でやっぱ全日本チャンピオンになって大学に進学するんですけど、天狗になってしまった時期というか、ちゃんとやって負けるのがダサいみたいなのがちょっと出てきたりとか、日本一だからっていう無駄なプライドだったりとか、世界の舞台に行って、なかなかその世界の舞台で勝てなくて、日本のチャンピオンだけど世界ランキングは110位とか、こんなやつが全日本チャンピオンになるんだみたいな目であったりとか、まあ日本国内でもたまたまだろうみたいなところがあったりとかで、まあそういう苦しい時期も自分なりに体験しながら、で大学2年生で自分を変えるためにドイツの方に留学行ったりとか、でそのプロっていうものを実感して、滝についてより自分で考えて何が必要なのかとか、どうしていくことで自分で強くなれるのかなとか、そういったものを実際に体験して、それを自分で実践していくっていう、あれがきっかけでなんかプロっていいなって初めて思って、そこで大学3年生の3月にツアーで初優勝で、5月に世界選手権石川佳純選手と一緒にダブルスをしていただいて、世界選手権2位で、そのちょっとしてから国際大会で2回目の優勝をして、また大きな大会で2位になったりとかで、約4ヶ月ぐらいで3桁から18位ぐらいまで世界ランキングが上がって、もともとオリンピックまで全然遠かった選手だったんですけど、ありがたいことに3番目のオリンピックの代表に選んでいただいて、そこで初めてプロとしてもしかしたら自分って進んでいけるのかもしれないなっていうのを思ってて、なので大学4年生の時は最初は某企業の方に、卓球の強いチームの方に僕を取ってもらえませんかっていうふうにお願いしてたんですよ、でもまあいろいろ見てる人は見てるんで、自分のそういう頑張らない姿だったりとか、まあ大学3、4と変わりつつあったんですけど、やっぱそういったところがなかなかあれで、ごめんけどって言われて、大体みんな大学4年生になったら就職決まってるんですよ、卓球選手って。でも僕は本当に大学4年の12月に行くところない、もうプロになるしかない、じゃあ自分でもう道を切り開いていくしかないなってことで、そこからはもうずっと今までプロとして今約8年間ですかね、やっていて、周りの人に支えられて今まで突っ走ってきましたね、卓球で。ドイツの留学は結構やっぱりきっかけとして大きかったんでしょうね。大きかったですね。当時誘われたチームもドイツの一部のリーグで 5,6 番目ぐらいのチームと、2部から上がってきたチーム、どっちでやる、 5,6 番目のチームは日本人の選手がいるんですよ。結構監督さんも日本語喋れる方で、まあ、水谷さんの専属コーチだったんですけど、ただこっちは2番手とか3番手かもしれない、こっちは2部から上がったチームだからもう1番手で試合やっていいよっていう風に言われたチーム、練習環境はこっちの方はドイツで一番強いそのナショナルチームが練習しているようなところで一人暮らしでやる、こっちの方が楽、こっちの方が辛い、ここ、ね、はい、どっちにしようかなって。日本人の方選んだので、さすがにそこでこっち行ったら多分僕今ここにいないかもしれないんですけど、そこでやっぱ自分に厳しくして選べたっていうのはやっぱり自分としても大きいし、今でもやっぱその時のチームメイトだったりとか教えてくれたコーチとかは会うたびに本当にあの時ありがとねっていう話して、今でももう本当に自分にとってのターニングポイントで、卓球強いナショナルチームってなんか中国っていう感じのこうイメージすごいあるんだけど、ドイツが強いっていうかね、なんでドイツを選んだのかなっていうのを。ドイツは本当に中国のスーパーリーグっていうのがまあ一番中国のトップ選手全員いるんで強いんですよ。でその次ぐらいにそのドイツのブンデスリーグっていうのが存在してるんですよ、一部から5、6部とか もうずっと下までアマチュアまで続いていくんですけど、その一部の方にはヨーロッパの選手が全員集まってくるんですよ。ドイツのリーグではプロは十分飯食っていけるんだ、多分そういうことでしょう ね、はい、当時はやっぱり自分も強くなかったので経験として生かしていただいて、世界のトップ30位ぐらいの選手たちとバン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 毎回毎回試合させてくれて、前半はもう本当3勝8敗とかだったんですよ、もう泣きそうで、でも自信もないし苦しすぎて1回2週間ぐらい日本帰ってきたりとかしてマジでやばいなみたいな、まあ、ご飯もなみたいな、そんな美味しくない、弱いんだメンタルマジやられてるんですよ、3勝8敗って3回勝ってるじゃんって感じで思っちゃいましたけどね。自分がエースで出てるんで、責任感はあるじゃないですか、自分が勝てばチームは勝つ、
みたいな。でも自分が負けちゃうとその分負けてしまうみたいなところもあって、うん、俺3番行くからお前ら行っていいよみたいなちょっと逃げの発言だったりとか、まあ、逃げたくなりますよね。そうですね、やっぱ苦しくなるとやっぱそういうのがあるんですけど、シーズン前半3勝8敗でシーズン終わった時13勝12敗で終えることできたので、うん、自分の覚悟というか、うんうんうん、自信というか、うん、自分の行動だったりとか発言にも多分結構影響してたみたいで、うん、絶対ありますよ。あの日本に帰ってから、うん、お前変わったなって本当いろんな人に言ってもらって、うん、自分じゃやっぱもう半年近くずっといるんで、うん、あんまり気づかないんですけど、厳しいことが当たり前になってくると、うん、その厳しいことを常にこう維持していくんで、自分の考え方をより高いところに持っていくことができたっていうのは本当に人生にとって本当いい財産だったなっていうのは、いいチャレンジだったんでしょうね。ドイツで生活されてた時、一人暮らしってさっきおっしゃってましたけど、はい、ドイツにいた期間はどれぐらいですか？半年ぐらいですね、まあ、シーズンがその半年なので。そこでそんなに変われるんですね。いやびっくりですね、うん、自分でも日本で勝つことと世界で勝つことって全然違うから、うんうんうん、やっぱ世界を絶対実感して自分なりに考えてどうしていくかっていうのを自分で作っていかないといけないから、絶対にそこに行くしかない。どこからこう何を情報を得ようかなみたいな、まあ、この見てることにも意味があるんだろうなとか、この練習に何が意味があるのかなとか、常にこう頭がこう考えてる状況。やっぱ日本にいると全くそういうことがなかったんで、改めてその素直な姿勢だったりとか、何でもこう学んでいく姿勢っていうのはすごい大事なんだなっていうのはすごい感じていて、人として成長していかないと、競技者として止まってしまう部分っていうのはたくさんあると思いますし、私の会社でもそこは大切にしてますね。あれね、あの箱根ね、青学優勝した時に原監督がおっしゃったのが印象に残ってるんだけども、パフォーマンスだけ見てあのスカウトはしないって言って、やっぱり人間力のことをおっしゃっててね。でそれもね、ほんとシンプルで、寮に入って入室したらボタンを押して、あの私は寮にいますよと、で退室したら私出ますよって、なんかこうボタンみたいなのがあるらしいね。タイムカード的な。そう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 。それすらできないやつはどんなにパフォーマンスが出せても能力があっても通用しないと、うん、それさえできてたらあとは何でもついてくるっていう。人間力がない人はやっぱり何やってもダメだよねって言って、それ僕らビジネスも同じでね、はい、どんなに仕事ができても人間力ないとね誰もついてこないし、はい、やっぱ続かないなって。やっぱスポーツも同じだと思うんですよね。同じですね、はい、自分自身がすごい感じてるというか、一流の選手とやっぱ超一流って多分いると思うんですけど、応援されるのが当たり前って思ってる選手は多分超一流にはなれなくて、応援したくなるような選手っていうのが多分超一流の多分ステージに多分行くと思ってるので、僕自身なんで、やっぱこの自分自身も常に新しい知識だったりとか技術だったりとかいろんなものをこう自分なりに吸収して、それを実践して、合わなかったらそこでいいし、合うんだったらそれを続けていくことによって自分のものにして、逆にそれを違う人に伝えていって、みんなでこう協力しながら強くなっていくようなチームっていうのもまた一つ面白いと思うし、常にそれは頭の中に置いてますね。はい、本物のスポーツ選手と中途半端なスポーツ選手との大きな違いはね、やっぱりもう見たら分かりますよね。中途半端なやつはそのスポーツ以外のところがこうなんかこう邪心が見え隠れするわけ。金とか欲とか、一流の人とそのもうそれ以外の人たちの大きな違いというのは思考だと思うんですよね。一流の人は世の中の人に自分のプレーを見せて、子どもたちがもうこう笑顔が広がるとか、もうみんな野球やりたいと思ってくれるために、サッカーやりたいと思ってくれるためにみたいな、そういうこう無垢な気持ちがあるわけですよ。大谷君そうじゃないですか。そうですね、うん、で邪心のあるやつは、今日いくら稼いでいつ遊んでやろうかみたいな、自分がスポーツを通して社会にどういうふうに見せるのかっていうところがある選手はやっぱり一流だなと思いますね。三笘選手とかやっぱ自分の体を研究したりとかもしてるぐらい、ね、やっぱ本当に競技だけじゃなくて今後の若い選手たちにもつながるようなことも自分の体で実体験してで伝えていけるような、そう、ね、やっぱ競技を進めながらいろんなことを伝えていける人間になってるなっていうのはすごい感じるんで、やっぱそれって本当素敵だなって思うし、素敵だよね。本当あの一流の人たちって自分の体のこともよくよく理解してるから、はい、チューニングがなんかできる感じがなんか僕は見受けられるわけですよ。だからそういうのを感じません？自分もやっぱ自分の体でなんかこういったものを食べたら動きが悪くなるとか、
逆に調子悪い時にこういうストレッチだったりトレーニング入れることによって刺激が入って動きが良くなるとか、それはもう大会ごとだったりとか、もう本当試合間だったりとかいろいろあるんで、調整方法は僕もあるんですけど、練習して食生活も気をつけてね、チューニングしてやってるから怪我も少なくプレーできるんでしょうね。人前で喋るのもちょっと苦手っていう感覚だったんですけど、うん、思い切って笑えるようになったりとか多分100歳を超えていけるだろうと。それぐらいもう医療の進歩はもうそばに、もうすぐそばに来ている。アジアのスポーツビジネスとしてどう展開できるかなみたいなところも今ちょっと仕掛けている段階で、卓球の可能性を広げていきたいなって新たな、